いや、見えちゃってましたね。やだなやだな、見たくないなと思えば思うほど、うん、見えちゃうんですよね。次回第2話、超見える。やだな、見たくないな、そう思ってもね、見てください。学校とか町とか人が集まる場所はね、いるんですよ。やばいのが案外いますよ、すぐそばに。次回第3話、まだ見える。次は買い物の話です。無事で済むんですかね。実は私も結構見えるんですね。今も見えてますよ、テレビの前のあなたの後ろに。次回第4話、やっぱり見える。次は家族の話です。家の中での恐怖、やだな。見えるのはね、やばいのだけじゃないんです。だから皆さんも呼びかけてみてください。きっと答えてくれますよ。次回第5話、私も見える。次はついに出ますよ、新キャラが。友達の中にもいますよね、なんだか不思議な発言ばかりする人。その人ね、多分見えてるんですよ。次回第6話、すごいの見える。次はね、いつもよりもっとやばいですよ。皆さんのスマホにもね、きっとあるはずですよ、写ってはいけないものが写った嫌な写真。次回第7話、見た。次は心霊スポットの話です。興味本位で言っちゃダメですよ。トンネルはね、暗くてジメジメっとしてるでしょ、だから大人気なんですよね、この世ならざる者たちに。次回第8話、見えてるもの。さらに恐怖は加速しますよ、ガガーッと。もう二度と会いたくない人っていますよね、そういう人に限ってまた会っちゃうものなんです。次回第9話、見たことある。皆さんは会いたくない人と再会したらどうします？大声で叫びたい時ありますよね、特に怖い先生に会って嫌な思いをした後とか、なおさらですよね。次回第10話、見るな。次はね、あの男のことが少しわかりますよ。本当の恐怖ってのはね、ふっと気を抜いた瞬間に襲ってくるんです。そして立ちの悪いことにね、呼ぶんですよ、次の恐怖を。次回第11話、見る。ついに見ちゃうんですかね。今回はさすがの私もね、鳥肌ゾワゾワってしましたよ。やばいのにやばいのが重なって完全な地獄ですよ。次回第12話、見える子ちゃん。これも見るしかないです。